岡本喜怒水木、一 A 君見たところはもう四十近い紳士であるがひどく元気のいい学生肌の人物で野人霊に習わず甚だ失礼ではありますがというような前置きをした上ですこぶる快活な弁舌で 次の時階段を解き始めた僕の郷里は九州でかの知らぬいの名所に近いところだ僕の生まれた町には川らしい川もないが町から一里ほど離れた在に入るとその村外れに雄花川というのがある本当の名を東人川というのだそうだが土地の者は皆 なぜ東神川というのか僕もよく知らなかったが昔は川の土手にすすきが一面に生い茂っていたというから雄花川の名はおそらくそれから出たのだろうと思われるもちろん大抵の田舎の川はそうだろうがその川の土手にも昔の名残をとどめて 今でもススキが相当茂っているのを僕も子どもの時から知っていた <laughs> 長い川だが川幅は約20軒でまず隅田川の4分の1くらいだろう昔から土手が低く地面と水との距離が至って近いのでややもすると土手を越えて出水する僕の子どもの時には4年も続いて出水したことがあった いや、これから話そうとするのはそんな遠い昔のことじゃないと言って昨日の出来事ではない僕の学生時代今から1 5六6年前のことだと思いたまえその頃僕は東京に出ていたのだがその年に限って学校の夏休みを過ぎてもやはり距離に残っていた その訳はだんだんに話すがまず僕が夏休みで帰郷したのは忘れもしない7月12日で僕の生まれた町は停車場から三里余りも離れているこの頃は乗り合い自動車が通うようになったがその時代にはガタクリの乗り合い馬車があるばかりだ人力車もあるが僕は指したる荷物があるわけではなし第一に。 値段がよほど違うので、停車場に降りるとすぐに乗り合い馬車に乗り込んだ。汽車の時間の都合が悪いので、汽車を降りたのは午後一時。ちょうど日ざかりでやりきれないと思ったが、日の暮れるまでこんなところにぼんやりしているわけにもいかないので、汗を吹きながら乗り合い馬車に乗り込むと、定員八人という車台の中に僕を合わせて乗客はわずかに三人。 ふだんから乗り降りの少ない寂しい駅である上に土地の人は人力車にも馬車にも乗らないでみんな重い荷物を引っかついでスタスタ歩いていくというふうだから大抵の場合には馬車満員ということのないのは僕もかねて承知していたがそれにしても3人はあまりに少なすぎるしかしまあ少ない方に間違っているのは結構ことに 暑ときには至極結構だと思って僕は楽くと一方の腰掛けを占領していると向こう側に腰を下ろしているのは僕と同じ年頃かと思われる24、45の男と19か20歳ぐらいの若い女でその顔つきから察するに彼らは確かに兄弟らしく見られた。ここで僕のの注意を引いたのは。 この兄は一見してぼくな農家の青年であることを認められるにもかかわらず妹は生めかしい派手作りで僕らの街で見る借婦などよりははるかに高騰おそらくどこかの芸妓であろうと想像されることであった兄も妹も黙っていた。 兄は時々に振り向いて車の外を眺めたりしていたが妹の顔の色は青ざめた元気のないようなふうで終始うつむいて自分の膝の上に目を落としていた僕は汽車の中で買った大阪の新聞や地方新聞などを読んでいるうちに馬車は停車場から町の真ん中を突き抜けてやがて村へ入っていった。 前にも言うとおり僕の町へ行き着くにはこの田舎道を三里余りも下っていかなければならないのだから暑い時には全く難儀だそれでも長い汽車旅行と暑さとに疲れているので僕はそのガタバ車に揺られて新聞を読みながらいつとはなしにうとうとと眠ってしまったと思うと不意にぐらりと激しく揺すぶられたので。 と驚いて目を開くと僕の体は腰掛けから半分ほど転げかかっている向こう側の女も危うく転げそうになったのを隣にいる兄貴に抱き留められてまず無事という始末一体どうしたのかと見回すと我々の乗っている馬車馬が突然に倒れたのだつまり動物虐待の結果だね ろくろくに物も食わせないでこの炎天に魚者のむちで残酷にひっぱたかれるのだから助からない馬は途中で倒れてしまったというわけだ魚者も困って魚車台から飛び降りた我々もひとまず車から出る魚者はもちろんかの青年も僕も手伝って近所の農家の井戸から冷たい水をくんできて馬に飲ませる 馬のかにぶっかける。漁者は心得ているのでどこからか荒むしろのようなものをもらってきて馬の背中に着せてやるそんなことをして騒いでいるうちに馬はどうにかこうにか再び起き上がったので涼しい木の陰へ引き込んでしばらく休ませてやる我々も汗を拭いてまず一息つくという段になると かの青年はにわかにあっと叫んだ「畜生、また逃げたか誰が逃げたのかと思って見返るとかの芸妓らしい女がいつの間にか姿を隠したのだ我々が馬の解放に気を取られて夢中になって騒いでいるうちに彼はどこかへ消えうせてしまったらしい」なぜ逃げたのか。 なぜかれたのか僕にはもちろんわからなかったが青年は一種悲痛のような顔色を見せて舌打ちしたそしてこれからどうしようかと思案しているらしかったがやがて御者に向かって聞いた「どうだねこの馬は歩けるかね少し休ませたら大丈夫だろうと思うが」と 御者はがえながら言った。だがこいつもこのごろはバカに足が弱くなったからね再び乗り出してまた途中で倒れられては困ると僕は思った青年もやはりその不安を感じたらしく自分はいっそこれから歩くと言い出したそうして魚者と談判の結果馬車賃の半額を取り戻すことになった まだ一里ほども来ないのに半額では少し割が悪いと思ったがこれは災難で良存と諦めるよりほかはない僕も半額を受け取ってカバン1つ引き下げて歩き出すと青年も一緒に並んで歩いてきたこうなると僕も彼と道連れにならないわけにはいかない僕は歩きながら聞いたあなたは どこまででいて警備員の村まで参りますと彼は丁寧にしかもはっきりと答えたじゃあ同じ道ですね僕は MK の町まで帰るのですこんなことからだんだんに話し合って僕が MK の町の秋坂のせがれであるということがわかると 青年はさらにその態度を改めていよいよその挨拶が丁寧になった僕の家は別に大家というのではないが何しろ土地では屈指の旧家になっているので彼も秋坂の名を知っていてそのせがれの僕に対して相当の敬意を表することになったらしい彼は小さい風呂敷包みを一つ持っているだけでほとんど手ぶら同様だ 僕もかばん一つだがその中には着物がぎっしりと詰め込んであるので見るからに重そうだ彼は僕がしきりに辞退するにもかかわらずとうとう僕のかばんを下げていってくれることになった青年はもちろん健脚らしく僕も足の弱い方ではないが何しろ7月の日ざかりに土の焼けた 臭い切れのする田舎道を手くるのだからたまらない二人は時々に木の下に休んだりして午後五時に近い頃にようやく僕の町の姿を見ることになった、2. 東京の人たちは地方の事情をよくご存じあるまいが 僕たちの学生時代に最もうるさく感じたのは毎年の夏休みに帰省することだ帰省を嫌うわけではないが帰省すると親類や知人のところへぜひ一度は顔出しをしなければならないそれも一度で済むのはまだいいが相手によっては二度三度あるいは泊まってこなければならないというようなところもあるそれも ちのうだけではない。隣村へ行くまたその隣村へ行く花らしいのになると山越しをして6里も7里も行くというのだから全くやりきれないこの時にももちろんそれを繰り返さなければならなかったので7月いっぱいはほとんど忙しく暮らしてしまった8月になって まずその役目も一とおり済ませて初めて自分の体になったような気がしたが毎日ただ寝転んでいても面白くない帰省中に勉強するつもりでいろいろの書物を下げてきたのだがいざとなるとやはりいつもの怠け癖が出るといって何分にも狭い町だから遊びに行くような場所もないいっそ釣りにでも行ってみようかと思いたって 8月半ばの涼しい日に家の釣り道具を持ち出してかの小花川へ魚釣りに出かけたもちろん日中に釣れそうもないのは分かっているので僕は昼間から起きて顔を洗って午後4時ごろから出かけたのだ町から一里ほど歩いてもこのごろの日はまだ暮れそうにも見えない子どもの頃からたびたび来ているので 僕はこの川筋の釣り場所は大抵心得ているから土手のすすきをかき分けて適当なところに陣取って向こう岸の恥の並木が夕日に彩られているのを眺めながら悠々と糸を垂れ始めたが少し長くなったが話の,話の本文はいよいよこれからだと思いたまえ。 子どもの時からあまり上手でもなかったが年を取ってからいよいよ下手になったと見えて小一時間も糸を下ろしていたが一向につれない少し飽きてきてもう浮きのほうへは目もくれず足元に乱れて咲いている草の花などを眺めているうちにふとある小さい花が水の上に漂っているのを見つけた僕の土地ではそれを 幽霊もとか幽霊草とかいうのだ普通の幽霊草というのはまんじゅしゃげのことで墓場などの暗い湿っぽいところに多く咲いているので幽霊草とか幽霊花とかいう名を付けられたのだがここらでいう幽霊もは全くそれとは別種のもので水の間にまに漂っている一種の藻のような浮草だ何でも 夏の初めから秋の中頃へかけて水の上にこの花の姿を見ることが多いようだ雪の降る中でも咲いているというがそれはどうもうそらしいなぜそれに幽霊という名をかぶらせたかというと初戦はその花と葉との形から来たらしい花は薄白と薄紫の二種あって どれもなんだか曇ったような色をしていることにその葉の形がよくない細い青白い長い葉でなんだか水の中から手を挙げて招いているようにも見えるそういうわけで花といい葉といいどうも感じのよくない植物であるからいつの世からか幽霊元か 幽霊草とかいう嫌な名を付けられたのだろうと想像されるがそれについてはまたこういう伝説がある昔平家の美しい彼女が壇の浦から落ち延びてこの村まで遠く迷ってくるとひどく疲れて喉が渇いたので土手から這い降りて川の水をすくって飲もうとするとき誤って足を滑らせて そのまま水の底に吸い込まれてしまったどうしてそれが平家の感女だということが分かったか知らないがともかくそういうことになっているそうしてそれから後にこの川へ浮き出したのがあの幽霊もで薄白い花はかの女の子袖の色薄紫は かの女の袴の色だというのだ彼女のはかまなら比でありそうなものだがこれは薄紫であったということだ哀れな女の魂を草花に宿らせたような伝説は諸国にたくさんあるこれもその一例であるらしい良妻 C の水孟僧とは違ってこの幽霊もは独僧ではないということだ しかしそれが独創以上に恐れられているのはその花が若い女の肌に触れるとその女はきっと祟た,たられるという伝説があるからだしたがって男にとっては何の関係もない単に一種の水草に過ぎないのだがそれでも幽霊などという名がついている以上やはりいい心持ちはしないと見えて。 僕たちがこの川で泳いだり釣ったりしている時にこの草の漂っているのを見つけると「それ幽霊が出たぞ」と言って人を脅かしたり自分が逃げたりいろいろに騒ぎ回ったものだ今の僕はもちろんそんな子どもらしい了見にもなれなかったがそれでも幽霊も久しぶりで見た幽霊もそれが くれかかる水の上にぼんやりと浮かんでいるのを見つけた時にそれからそれへと少年当時の追憶が呼び起こされて僕はしばらく夢のようにその花を眺めていると耳のそばで不意にガサガサいう音が聞こえたので僕も気が付いて見返ると僕のしゃがんでいるところから3軒とは離れないすすき村をかき分けて1人の若い男が顔を出した。 彼は白地のかすりのひとえものを着て麦わら帽子をかぶっていた彼も僕も顔を見合わせると同時に挨拶したいやあ若い男は僕の町の薬屋のせがれで福岡か熊本辺りで薬剤師の免状を取ってきて自分の店で調剤もしているその名は市野弥吉といって やはり僕と同年のはずだ両親もまだ達者で小僧を一人使って店は相当に繁盛しているらしい僕の小学校友達で子どもの時には一緒にこの川へ泳ぎに来たこともたびたびあるそれでもお互いに年がたけてたまたまこうして顔を合わせると両方の挨拶も自然に行儀正しくなるものだ ことに一野は客商売であるだけに助才がない彼は丁寧に声をかけた「釣りですか?」はあ「ああしかしどうも釣れませんよ」と僕は笑いながら答えた「そうでしょう」と彼も笑った「近年はだんだん釣れなくなりましたよ」 しかしよずりをやったらうなぎが釣れましょうどうかすると非常に大きいスズキが引っかかることもあるんですがスズキが相変わらず釣れますか退屈しのぎに来たのだからどうでもいいようなもののやっぱり釣れないと面白くありませんねそりゃそうですともあなたもお釣りですかと僕は聞いた いいえ。と言ったばかりで彼は少し返事に困っているらしかったがやがてまた笑いながら言った虫を取りに来たんですよ虫を近所の子供にもやり自分の家にも買おうと思ってキリギリスを取りに来たんですまあ半分は涼みがたらにあなたの釣りと同じことですよ キリギリスをとるだけの目的ならばわざわざここまで来ないでももっと近いところにいくらでも草原はあるはずだと僕は思ったもちろんスみがガらというならば格別であるがそれにしても彼は虫をとるべき何の機会をも持っていない網も袋も籠も用意していないらしい少し変だと思ったが 僕にとってはそれが大した問題でもないから深くは気にも留めないでいると市乃はススキをかき分けて僕のそばへ近寄ってきた「そこに浮いているのは幽霊もじゃありませんか?」「幽霊もですよ」と僕は水の上をさした今じゃ怖がるものもないでしょうね。 ええ、我々の子供の時と違ってこの頃じゃ幽霊も怖がるものもだんだんに少なくなってきたようですよしかし他の土地にはめったにない植物だとか言って去年も九州大学の人たちが来てわざわざ採集していったようですがそれからどうしましたかこれが貴重な薬草だということが発見されるといいんですがねと 僕は笑った。そうなると閉めたものですがと彼も笑ったそれから二言と三言と話しているうちに彼はにわかに気がついたように後ろを見返った「いやどうもお妨げをしましたまあたくさんお釣りなさい」一のは低い土手を上がっていった。 水の上はまだ明るいがすすきの多い土手の上はもう薄暗くくれかかっている僕は何心なく見かえるとそのすすきの葉隠れに2つの白い影が見えた1つは市のにそういなかったがもう1つの白い影は誰だかわからないしかしそれが女であることは後ろ姿でも確かに分かった 虫を取りに来たなどというのはうその川で市乃はここで女を待ち合わせていたのかと僕は一人でほほ笑んだそれと同時にこの間乗り合い馬車から姿を隠したあの芸妓のことがふと僕の頭に浮かんだ夕方の薄暗い時にただその後ろ姿を透明に見ただけで 市乃の相手がどんな女であるかもちろん分からうはずがないのだが不思議にその女があの芸妓らしく思われてならなかったなぜそう思われたのかそれは僕自身にもわからない市乃は別に親友というのでもないから彼がどんな女にどんな関係があろうとも僕にとっては何でもないことであるが相手の女が 果たしてあの芸妓であるとすると僕は少し考えなければならなかった、3. この間僕が道連れになった青年はこの川沿いの警備村の勝田良二という男で本来は農家であるが店では少しばかりの荒物を売り その傍らには店の先に2脚ほどの将棋を並べて駄菓子や果物やパンなどを食わせる休み茶屋のようなこともしているのだいっそ脳一方でやっていく方がいいのですが祖父の代から荒物やだの屋だの休みじゃやだのいろいろの型商売を始めたので今更やめるわけにもいかずかえってうるさくて困りますそれがために 妹まままででがももなないいのになってしまいました。と彼は僕のカバンを下げて歩きながら話した「店でいろいろの商売をしているので妹のおむつは小学校に通っている頃から店の手伝いをして荒物を売ったり客に茶を出したりしているうちに誰かにそそのかされたと見えて十四の秋になって どこへか方向に出出たた。いいと言い出した勝田の家は母のお種と僧侶の領事、妹のおむつと弟の達蔵の4人暮らしで領事と達蔵は田や畑の方を働き店の方はお種とおむつが受け持っているのであるから一人でも人が欠けては手不足を感じるので母も兄弟もおむつを外へ出すことを好まなかった。 家中がそう反対でとても自分の目的は達せられないとみておむつは無断で姿を隠したその時は心配しましたよと領事はいまさらのように探索したそれから手分けをして妹の行方を探しましたがなかなか知れませんとうとう警察の手を借りてその翌年の3月になって 初めて妹の居所が分かったのですが妹は熊本に近いある町の料理屋へ借夫に住み込んでいたのです私はすぐに駆けつけてその前借金を償って一旦実家へ連れ帰ったのですが二月三月はおとなしくしているかと思うとまた飛び出すその都度に探して歩く連れて帰る そんなことがたびたび重なるので母も私ももう諦めてしまってどうとも勝手にしろと売っちゃっておくと5年余りも音信不通でどこにどうしているかよく分かりませんでしたそれが今年の6月の末になって突然に手紙をよこしまして「自分は文字に芸妓をしているがこのごろは体が悪くて困るから」 しばらく実家へ帰って養生をしたいと思うついては兄さんかおっかさんが出てきて抱え主にその訳を話してもらいたいというのです体が悪いと聞いてはそのままにもしておかれないので母とも相談の上で今度は私が文字まで出かけていきまして抱え主にもいろいろ交渉してともかくもひとまず妹を連れてくることにして。 今日この停車場へ着いてあなたと同じ馬車で帰る途中ご承知のとおりの始末でどこかへ消えてしまったのです実にしようのないやつで親泣かせきょうだい泣かせなんともお話になりません家にいた時は三味線の持ちようも知らないやつでしたが方々を流れ歩いているうちにどこでどう習ったのか 今では曲がりなりにも芸妓をして昔とはまるで変わった人間になっているのですそれにしてもここまで自分と一緒に帰ってきてなぜ再び姿を隠したのかその理屈がわからないと亮次は言った僕にもちょっと想像がつかなかったそのうちに僕の町へ行き着いたので僕はカバンを持ってくれた礼を言って 気の毒な兄と別れた。その後、その妹はどうしたか僕も深く戦議するほどの興味を持たなかったのでついそのまま過ぎていたのだが今、偶然にその人らしい姿を見つけてしかもそれが一乃と連れ立っていくのを見たので僕も少し考えさせられた。しかし、か わわざわざ彼らの後をつけていってそれを確かめるほどの好奇心も湧き出さなかったので僕は再び水の方に向き直って自分の釣りに取りかかったが市野の言ったような大きい鈴木はもちろんのこと小魚一匹もかからないので僕ももう忍耐力を失った帰ろう帰ろうつまらない独り言を言いながら釣り道具をしまった。 宵闇の長い土手をぶらぶら戻ってくると僕を散らすように大きい魚の跳ね上がる音が暗い水の上で幾度か聞こえたそこらの草の中には虫の声が一面に聞こえる東京はまだ土用が明けたばかりであろうがここらは南の国といってもやはり秋が早く来ると思いながら空っぽのビクを下げて帰ったいや 帰ったと言っても、ようやく反動ばかりで、そのあたりから川筋はよほど曲がっていくので、僕は土手のすすきに別れを告げて土手下の道をまっすぐに歩き出すと、暗い中から幽霊のようにふらふらと現れたものがある。思わず立ち止まって伺ってみると、この暗闇でどうして分かったのか知らないが、その人は。 低い声で言った「秋坂さんじゃございませんか?」それは若い女の声であった雄花川の土手には時々に狐が出るなどというがまさかそうでもあるまいとかをくくって僕は大胆に答えた「そうです僕は秋坂です」幽霊か狐のような女は 僕のそばへ近寄ってきた。先日はどうも失礼をいたしました暗い中で顔形はわからないが僕ももう大抵の感情はついたあなたは勝田の妹さんですかそうでございます果たして彼女は勝田良二の妹の芸妓であったと思う間もなく 女はまた言った。あなたは、これから町の方へお帰りでございますかはあ、これから家へ帰ります。では、ご一緒にお供させていただけますまいか。私も町の方まで参りたいのですが。と、女は僕の方へいよいよ擦り寄ってきた。嫌だとも言えないのと、 この女から何かの秘密を聞き出してやりたいというような興味も混じって僕は彼女と並んで歩き出したあなたは前から市野さんをご存知ですかと女は聞いた市野と一緒に歩いていたのはこの女であったことがいよいよ確かめられたそれからだんだん話してみるとこの女もすすきの陰に忍んでいて 市野と僕との会話を盗み聞きしていたらしかったそうして僕が秋坂という人間であることを市野の口から教えられたらしかったさもなければ彼女が僕の名を知っているはずがないいずれにしても僕は子どもの時から市野を知っていると正直に答えたしかし自分は近年東京に出ていて彼と一年に一度会うぐらいのことであるから その近所については何にも知らないとあらかじめ一種の予防線を張っておいた今夜もこれから一野君のところへ行くんですかと僕は空とぼけて聞いた実はもう少し前まで一緒にいたんですがもう今頃は死んでしまったでしょう僕も驚いた。 何分にも暗いので彼女がどんな顔をしているかどんな姿をしているかもちろん判断はつかないのであるが平気でそんなことを言っているのを見るとおそらく発狂でもしているのではないかと疑っていると相手はまた冷ややかに言った私はこれから警察へ行くんですよ何しに行くんです だってあなた人間一人を殺して平気でもいられますまい相手も落ち着いているだけに僕はだんだんに薄気味悪くなってきたどうしてもこの女は気がいらしい不意に白い歯をむき出して僕に飛びかかってくるようなことがないとも限らないと思ったが今更逃げ出すこともできないので 僕はよほど警戒しながら一緒に歩いたこう言ったら臆病とか弱虫だとか笑うかもしれないが人通りの絶えた田舎道をこんな女と道連れになっていくのは決して愉快なものではないせめて月明かりでもあるといいのだがあいにくに今夜は闇だじゃああなたは本当に市野君を殺したんですかと 僕は念をして聞いかみた髪そりでのどをついて川の中へ突き落としたんですから確かに死んでいると思います私はこれから警察へ自首しに行くんです冗談でしょうと僕は大いに勇気を出したつもりでわざとらしく笑った。 知らない方は冗談だとおっしゃるかもしれませんけどそれが冗談か本当か明日になればわかります私は一野という男を殺すために今度故郷へ帰ってくるようになったのかもしれません僕はまたぎょっとしたあなたは何にもご存じないでしょうから出し抜けにこんなことを言うと 定めて冗談かそれとも気が違っているかと思いなさるでしょうがと相手はこっちの腹の中を見通したようにまた言ったけれどもそれは本当のことなんですこの間兄と一緒にお帰りになったそうですがその時に兄が私のことについて何かお話をしましたかああ 少しばかり聞きましたあなたは文字の方へ行っていたそうでと僕も正直に答えた女は少し考えているらしかったがやがてまた静かに話し出したあの一野という男は私にとっては一生の敵なんです殺すのも 僕は黙って聞いていた、4. 道端の草むらからホタルが一匹飛び出してどこかへ消えるように流れていったここらのホタルは大きいそれでも秋の影の薄く痩せているのが寂しく見えるので 僕もなんだか薄暗いような心持ちで見送っていると、女もそのホタルの行方をじっと眺めているらしかった。なんだか人だのようですね。と、女は言った。そうして、また歩きながら話し続けた。兄からお聞きになっているなら、大抵のことはもうご存知でしょうが、私は 今年20歳ですから足かけ7年前私が17の年でした市野さんはこの川へたびたび釣りに来てその途中私の店へ寄ってたばこやマッチなんぞを買っていくことがありました時々には将棋に休んで梨やマクワウリなんぞを食べていくこともありましたそのころ市野さんは19でしたが 私は十四の小娘でまだ色気も何もありゃしませんただたびたび会っているので自然お互いが懇意になっていたというだけのことでしたがある日のことやっぱり今自分でした市野さんが釣りの帰りにいつものとおり私の店へ寄ってお茶を飲んだり塩せんべいを食べたりした時に私が 何心なくそばへ行って今日はたくさん釣れましたかと聞くと一のさんは笑いながら「いや今日は不思議に何にも釣れなかったこのとおりビクは体だがしかしこんなものを取ってきた」と言ってビクの中から何か草のようなものをつかみ出してみせたので私もうっかりのぞいてみますと それは川に浮いている幽霊もなんですあなたもご存知でしょう、幽霊も幽霊も知っていますと僕は暗い中でうなずいたあら嫌だと思って私は思わず身を引こうとすると市野さんは半分冗談でしょうそら、幽霊が取りつくぞと言って その草を私の胸へ押し込んだのです暑い自分で人と物の胸をはだけていたので濡れている藻が懐に滑り込んで父の辺りにぬらりと粘りつくと私は冷たいのと気味が悪いのとでゾッとしました市野さんは面白そうに笑っていましたが悪いたずらにも程があると思って私は 腹がたってなりませんでした一野さんが帰ったあとで私は腹の立つのを通り越して急に悲しくなってきて将棋に腰をかけたまま涙ぐんでいると外から帰ってきた母が見つけてどうして泣いている誰かとけんかをしたのかとしきりに聞きましたけれども私は何にも言いませんでした。 それはまあそれで済んでしまったんですが私はどうも気になってなりません幽霊もが女の肌に触れるときっとその女に祟た,たるということを考えると恐ろしいような悲しいようないっそ早くそれを母や兄にでも打ち明けてしまった方がよかったんでしょうがそれを言うのさえなんだか怖いような気がしたもんですから 誰にも言わないで一人で考えているだけでした後でそれを市野さんに話しますとそれはお前の神経のせいだと笑っていましたけれどその晩私は怖い夢を見たんです私の寝ている枕元へ白い着物を着て紫の袴を履いた美しい彼女が座って 私の寝顔をじっとのぞいているので私は声も出せないほどに怖くなって一生懸命に布団にしがみついているかと思うと目が覚めて首の周りから体中が汗びっしょりになっていましたあくる朝はなんだか頭が重くって体がほてるようで何とも言えないような嫌な気持ちでしたが 別に寝るほどのこともないのでやっぱり我慢して店に出ていましたさあそれからがお話なんですよく聞いてください若い女が幽霊もの伝説にとらわれてそんな夢に襲われたというのは不思議のようで不思議でないむしろ当たり前のことかもしれないと僕は思ったしかし それからこの事件がどう発展するかということに興味を惹かれて僕も熱心に耳を傾けていると女は一息ついてまた語りだしたところがどういうわけか知りませんが今日に限って一のさんの来るのが待たれるような気がしてならないんです会って昨日の恨みを言おうというわけではなくただ なんとなしにさんががたれるような気がする。それがなぜだか自分にもよくわからないんですが何しろ一のさんが早く来ればいいと思っているとその日はとうとう見えませんでした私はなんだかじらされているような気がして妙にイライラしてその晩はおちおち寝つかれなかったもんですからその明日になると 頭がなな、おさら重いようなそのくせにやっぱりイライラしてきょうも市野さんの来るのを待っていたんですするとその日も市野さんは来てくれないのでわたくしはいよいよじれったくなっていてもたってもいられないような心持ちになってしまいましたいま考えるとまったく夢のようです 日が暮れて、子湯を使って夕ごはんを食べてしまって、店の先にぼんやり突っ立っているうちに、ふと胸に浮かんだのは、もしや一のさんが夜釣りに来てやしないかということで、おととい来たときに、どうも近頃は暑いから、当分は夜釣りにしようかと言っていたから、もしや今頃出かけてきているかもしれない。そう思うと、 糸に引かれたかのように私は急にふらふらと歩きだして川の土手の上まで行ってみるとその晩も今夜のように真っ暗でたった一人すすきの中に小さいちょうちんをつけているよずりの人が見えたのでそっと抜き足をして近寄ってみるとそれはまるで人違いのおじいさんなので私はむやみに腹が立って いっそ石でも放り込んで驚かしてやろうかと思ったくらいでしたしかたがないからまたぼんやりと引っ返してくると土手の中ほどでまた一つの火が見えました今度のは巡査が持っているような格闘でだんだんに両方が近えると片手にその火を持って片手は長い釣りざおを持っているのは 確かに一のさんだと分かった時に私は夢中でかけていって出し抜けに一のさんに抱きついてその胸の辺りに顔を押しつけて子どものようにしくしく泣きだしましたなぜ泣いたのかそれは自分にもわかりませんただなんだか悲しいような気持ちになったんですその晩遅くなって 私は家へ帰りました」と女は言った今頃までどこを遊び歩いていたと母や兄から叱られましたが私は何にも言いませんでしたとても正直に言えることじゃないからですそれから一日おき二日おきぐらいに日が暮れてから川端へ忍んでいきますといつでも約束どおりに いさんが来ていました。こうして度々会っているうちに母や兄が私の夜遊びをやかましく言いだして一体どこへ出かけていくのだと詮議するのでしょせん自分の家にいては思うように会うことができないからいっそどこかへ方向に出ようと思ったんですがそれも母や兄が承知してくれないので市乃さんと相談の上で 私はとうとう無断で家を飛び出してしまいました。と言って市乃さんもまだ親がかりの身の上で私を引き取ってくれるというわけにいかないのは分かりきっていますからその時に30円ばかりのお金を受け取ったんですが世話をしてくれた人の礼金に10円ほど取られて残りの20円を市乃さんと私とで2つ分けにしました。 初めの約束では少なくとも月に56度くらいは会いに来てくれるはずでしたが市乃さんは大嘘つきでその後ただの一度も顔を見せないという始末おまけにその茶屋というのが料理はつけたりでまるでインバイヤドみたいなうちですからそのつらいことをお話になりません。 人思いに死んでしまおうかと思ったこともありましたがやっぱり市野さんに未練があるのでそのうちには来てくれるかと頼みにもならないことを頼みにしてともかくも明くる年の三月ごろまで辛抱していると家の方からは警察へ捜索願いを出したもんですからとうとう私の居所が知れてしまって兄がすぐに方向先へ訪ねてきて。 たくしをれれて帰ってっましたそれで私もつらい方向が助かり恋しい市乃さんの家のそばへ帰ることもできると思って一旦は喜んでいたんですが帰ってみるとどうでしょう。私のいない間に市乃さんは自分の家を出て福岡とかの薬学校へ入ってしまったということで私も実にがっかりしました。 そんならせめて郵便の一本もよこしてこうこうこういうわけで遠方へ行くぐらいのことは知らせてくれてもいいじゃありませんか随分薄情な人もあるものだと私もあきれてしまうほどに腹が立ちましたなんぼこっちが小娘だからといってあんまり人をバカにしていると本当に悔しくってなりませんでしたねえあなた 無理もないでしょう。少女をもてあそんでそれをさらに曖昧じゃへ売り飛ばしてそ知らぬ顔で遠いところへ立ち去ってしまうなどは全くけしからぬことにそういない市乃にそんな古傷のあることを僕は今までちっとも知らなかったが彼の所業に対してこの女が憤慨するのは無理もないと思った市乃はそんなことをやったんですか 驚きましたね。全く普通もです。と僕も同感するように言った私もその時には実に悔しかったんですけれども家へ帰って10日半月と落ち着いているうちに私の気もだんだんに落ち着いてきてあんな男にだまされたのは自分の浅はかから起こったことで 今更何と思ってもしようがないあんな男のことは思い切ってこれから自分の家でおとなしく働きましょうとすっかり料件を入れ替えて以前のとおりに店の手伝いをしているとある晩のことです私はまた怖い夢を見たんですちょうど去年の夢と同じように白い着物を着て 紫の袴をはいたかんじょがわたくしの枕元へきて寝顔をじっとのぞいているそのゆめがさめるとあせびっしょりになっているそのあしたはあたまがおもいすべてまえの時ときとおなじことでじぶんでもふしぎなくらいにいちのさんがこいしくなりました 一旦思い切った人がどうしてまたそんなに恋しくなったのか自分にもその理屈はわからないんですがただむやみに恋しくなってもう矢も盾もたまらなくなってとうとう福岡まで石野さんを訪ねていく気になったんですとんだ朝顔ですねそこで後先の分別もなしに町の停車場まで駆けつけましたがさて気が付いてみると記者賃がない。 今更途方に暮れてうろうろしているとそこに居合わせたあきんど風の男が私になれなれしく声をかけていろいろなことを親切そうに聞きますので苦労はしてもまだ15の私ですからうっかり相手につり込まれてこれから福岡まで行きたいのだが汽車賃を忘れてきたという話をするとその男はひどく気の毒そうな顔をして そ実は私も福岡まで行くのだから一緒に切符を買ってあげようと言って私を汽車に乗せてくれました私はバカですからいい気になって連れられて行くと汽車がある停車場に停まってその男がここで降りるのだという福岡にしてはなんだか近すぎるようだと思いながら そのまま一緒に汽車を出ると男は人力車を呼んできて私を町外れの薄暗い料理屋へ連れ込みました去年の覚えがあるのであっと思いましたがもう仕方がありません福岡まではまだ半分も行かない途中の小さい町でここも案の通りの曖昧茶屋でした 驚いて逃げ出そうとするとそんなら汽車チと車代を返していけというどうにもこうにもしようがないのでとうとうまたここでつらい方向をすることになってしまいましたそれでもあんまりつらいのでつ月ほどたってから兄のところへ知らせてやると兄がまたすぐに迎えに来てくれました女の話はなかなか長いが 同じようなことを幾度も繰り返すのもうるさいからかいつまんでその道筋を紹介すると女は再び故郷の村へ帰って今度こそは辛抱する気で落ち着いているとまた例の彼女が枕元へ出てくるそうするとむやみに一のが恋しくなる我慢がしきれなくなってまた飛び出すと途中でまた悪いやつに出会って暗い真靴へ投げ込まれる そういういことが度重なってしまいには兄のほうでも訪ねてこないこっちからも頼りをしない音信不通で幾年を送る間に女は流れ流れて文字の芸人になった曖昧茶屋の女がともかくも芸人になったのだから彼女としてはいくらか浮かび上がったわけだがそのうちに彼女は。 悪い病にかかった。一種の軽い佳境病だと思っているうちにだんだんにそれが重くなってくるらしいので抱え主も彼に勧め彼女自身もそう思って久しぶりで兄のところへ頼りをすると兄の良二はまた迎えに来てくれたそうして抱え主も承知の上でひとまず実家へ帰って養生することになって7月の12日に。 六年ぶりで故郷に近い停車場に着いた僕と同じ馬車に乗り込んだのはその時のことでそれは前にも言った通りだ5その後のことについておむつという女はこう説明したご存知の通り 途中で馬車の馬が倒れてあなた方がその介抱をしているうちに私はどこかへ姿を隠していましたがあれは初めからたくんだことでも何でもないので私はもちろん兄と一緒に帰るつもりだったんですところが途中まで来ると道端の百姓屋に腰をかけて何か話している人があるそれが 確かに一のさんにそういないんです。重四の時に別れた義理ですけれど、私の方じゃ決して忘れやしません。馬車の窓からそれを見て、私がはっと思うとたんに、まあ不思議ですね。馬車の馬が急に膝を折って倒れてしまいました。それからみんなが騒いでいるうちに、私はそっと抜けていって、 出し抜けに一のさんの前に顔を出すとこっちの姿がまるで変わっているので男の方じゃすぐには分からなかったらしいんですがそれでもようように気がついてこれは久しぶりだということになりましたけれどもそんなところを兄に見つけられてはいけないというので一のさんは私を引っ張ってその家の裏手の方へ回るとそこには トウモロコシの畑があるのでそのトウモロコシの陰に隠れてしばらく立ち話をしているうちに馬の方の肩がついてあなたと兄は歩きだしたのでそれをやり過ごして私どもは後からゆっくり帰ってきたんですその途中で市乃さんといろいろ話し合いましたがあの人はその後に薬学校を卒業して 薬剤師の免状を取って自分の家へ帰って立派に商売をしているそうで昔のことをひどく後悔していると言ってしきりに言い訳をしたり謝ったりするのですぎ去ったことを今さら執念深く言ってもしかたがないと思って私ももう堪忍してやることにしました市乃さんは私の病気を気の毒がって それも昔にさかのぼればやっぱり自分から起こったことだと言って私が家に帰っている間はいくらかの小遣いを送ってくれるように言っていましたそれでその時は無事に別れて私は兄よりも一足遅れて家へ帰りましたが私の病気は重いといってもずっと寝ているようなわけでもないので明くる朝 久しぶりに川の土手へ上がってススキの中をブラブラ歩いていると足元に近い水の上に薄白と薄紫の小さい花がぼんやりと浮いて流れているのが目につきました幽霊もが相変わらず咲いていると思うと不思議にそれが懐かしいような気になってそこらに落ちている木の枝を拾って その門をすくい上げて。まあ、どういう了見でしょう。その濡れた草を。自分の懐へ押し込んだのです。ちょうど七年前に、市野さんが。私の懐へ押し込んだように。その濡れて冷たいのが。今日は肌にヒヤリとして、ひどくいい心持ちなので。私は。 着物の上からしばらくしっかりと抱きしめているうちにまた急に市野さんが恋しくなってきました前にも思うストーリり私はところどころ方々を流れ回っている間一度も市野さんに会ったこともなく今度帰ってきたからといって再び寄りを戻そうなぞという了見はなかったんですがこの幽霊もを抱いているうちに またむらむらと気が変わってすぐに町まで行きましたそして市野さんを表へ呼び出すと市野さんは迷惑そうな顔をして出てきまして「お前のような女が訪ねてきては両親の手前近所の手前私が甚ははだ困るから用があるなら」 私の方から出かけていくというんですでは今夜の7時頃までに雄花川の土手まで来てくれと約束して別れてその時刻に行ってみますと約束どおりに一のさんは来ていました向こうでは私がお金の催促にでも行ったと思ったらしく当座のお小遣いにしろと言って 15円くれましたので、私はそれを押し戻して「お金なんぞは一文もいらないからどうぞもともとどおりになってくれ」と言いますと一のさんはいよいよ迷惑そうな顔をして何ともはっきりした返事をして聞かせないんですそれでその晩はうやむやに別かれてしまったんですが 私の方ではどうしても諦められないので一日おきに町の病院まで通っていくのを幸いにそのつどきっと市乃さんの店へ訪ねていって男を表へ呼び出してどうしてももともとどおりになってくれとうるさく責めるので市乃さんもよくよく持て余したと見えて今夜も尾花川の土手へ来ていよいよなんとか相談を決めるということになりました。 日が暮れるのを待ちかねて私は土手のすすきをかき分けていくとあななたが先にに来てて釣りをしておいでになるそこがいつも市野さんと会う場所なので呼んどころなくすすきの陰に隠れて市野さんの来るのを待っているとやがてやってきてしばらくあなたと話しているので私もじれったくなってススキの陰から顔を出すと市野さんも気が付いて。 いいかげんにあなたとあいさつして別れて私と一緒に川下の方へ行くことになりました市乃さんは「お前がそれほどに言うならばもともとどおりになってもいい」「いっそ両親に訳を話して表向きに結婚してもいい」しかし今のように病院通いの身の上では困る。 まずその悪い病気を治してしまった上でなければどうにもならない。ついては「お前の病毒は普通の注射ぐらいでは治らない。私が多年研究している秘密の薬剤があってそれを飲めばきっと治るから二月ほど続けて飲んでくれないか」と言うんです。私はすぐに承知して「ええ。 そんな薬があるならば飲みましょうというと一のさんは懐から小さい小薬の瓶を出して「これは秘密の薬だから決して人に見せてはいけない」「飲んでしまったら空き瓶を川の中へ放り込んでしまえ」というその様子がなんだか怪しいので私は片手で男の袖をしっかりつかんで「あなた 本当にこの薬を飲んでもいいんですかと念を押すと市乃さんは少し震え声になってなぜそんなことを聞くのだといいますから私はつかんでいる男の袖を強く引っ張って「あなたこれは毒薬でしょう」と言うと市乃さんはいよいよ震えて もう何にも口がきけないんです。今夜こそは最後の談判で、相手の返事次第でこっちにも覚悟があると、私は、家を出るときから帯の間にカミソリを忍ばせていましたので、畜生と、ただ一言言ったばかりで、いきなりそのカミソリで、 男の首筋から喉へかけて力任せに切りつけると相手は何にも言わずにぐったりと倒れてしまいましたそれでもまだ不安心ですからその体を押し転がして川の中へ突き落としておいて自分も後から続いて飛び込もうと思いましたがまた急に考え直して 町の警察へ自首するつもりで暗い道を一人で行く途中ちょうどあなたにお目にかかったんですとんだ道連れになって定めしご迷惑でしょうが実は警察がどの辺りにあるか存じませんのであなたにご案内を願いたいのでございます女の話はまずこれで終わった 実際僕も迷惑を感じないでもなかったがさりとて冷ややかに拒絶するにも忍びないような気がしたので素直に承知して警察まで一緒に行くことになったその途中で女はまたこんなことを言ったゆうべもいつもの彼女が枕元へ来ました水中の勇気の影が 女の後ろにつきまとっているようにも思われて気の弱い僕はまたぞっとした尾花川土手の人殺しは狭い町の大評判になったことにその加害者が芸妓というのだからその噂はいよいよ高くなったその当夜現場で被害者に出会ったのは僕一人でまた一方には 加害者を警察までで、送ってきた関係もあるので僕は唯一の参考人として警察へもいくたびか呼び出された予震判事の取り調べも受けたそんなわけで9月の楽器が始まる頃になっても僕は状況を延因しなければならないことになった10月になって僕はいよいよ状況したが彼女の裁判はまだ決定しなかった 後で聞くとあくる年の4月になって刑の執行猶予を申し渡されて無事に出国したそうだ裁判所の方でも色々の情状を酌量されたらしいしかし彼女は無事ではなかった家へ帰る頃には例の病がだんだん重くなってそれから二月ほどもとっととこについていたが 6月末の雨の雨降る晩に寝床を這い出して、雄花川の土手から身を投げてしまった人殺しの罪を償うためかそれとも病苦に耐えないためかそれらを説明するような書き置きなども残してなかった明くる日その死体は川下で発見されたがここに伝説信仰者の魂を脅かしたことがある。 その死体にはかの幽霊もが一面に絡みついてさながら網にかかった魚のように見えたということだごごしう、ありがとうございました。岡本喜童作の他の作品はこのようなものを朗読しております。また 最新の朗読動画はこちらです。生配信なども行っております。どうぞご視聴ください。